あ、これね、あ、こういうの大事よね。大事よ。一番ダメなのは、いや、そのさ、シェイカーさ、ちょっと邪魔なんだけど、みたいな。これ一番ダメね。<laughs> これ絶対やっちゃダメ。<laughs> えー、ちょっとそれ、やかましいんだけど、つって。ずれてんだけど、みたいな。これ絶対ダメ。あー、ごめんごめんごめん、つって。あー、ごめ,んごめんごめん。ちょっとこの曲は、あのー、シェイカーいらないかなみたいな。こういう <laughs>。ま、言ってること,と同じなんだけど。あの、言い方 <laughs> あごめんごめんっつってあっこれねタンバリンねなくてもね結構いいグルーブ出てるから大丈夫よみたいなうん言い方だな言い方もうこれ実際僕がやってる手段だからあ,のあれなんですけどあの音が小さいあの自分が持ってる楽器をねかすって<笑><笑>あんまり音出ないやつをやっていただけたらこうお互いウィンウィンじゃないですかなんかこうね手持ちぶさただったらちょっとこの楽器使ってみないみたいな 言い方しますね。であんまりアンサンブルに影響がないくらいの小さい音量の楽器を渡す関西弁ならねいい気がするんですよねお互いちゃんと信頼関係があって「ちょっとめっちゃずれてんねんけど」みたいな「頼むで」みたいな <laughs> 感じだったらいいかもしれない。